こんにちは、タロットリーディングのチャンネルリボンです。はい、この間ですね、ちょっとメルカリでまあペコちゃんのなんかベルを買ったんですけど、映ってますよね、上の方に映ってると思うんですけど、なんかそのめっちゃ可愛いんですよね。もうさっきまあ冒頭部分でもちょっと前に出してちょっと見たんですけど、はい、このね、ベルをですね、カードのなんちゃってジョーカーに使ってしまいました。はい。てか、まあ、ペコちゃんのベルが、まあ、果たして、まあ、カードのジョーカーに使えるのかは疑問なんですけど、まあ、雰囲気ってことで、まあ、いいかなと思ってやってみました。はい。さて、本日のリーディングなんですが、お相手から見たあなたの性的魅力についてリーディングしていきたいと思います。内容といたしましては、ちょっと下ネタ系のリーディングになりそうなので、お嫌いな方はバックしていただくか他の動画をご視聴くださいね。今回は、タロットカードの他に、ロマンスエンジェルカードも使って占っていきたいと思います。そして、はい、ですね、世の中にはこのようなトランプが売っておりましてですね、四重八手トランプっていうんですけども、まあこちらも使ってまあリーディングしていきますね。はい。ですね、それから一つ言っておきたいことが、もしこの動画をですね、バリバリの占い師の方がご覧になっていましたら、私の占いはまあかなり自己流で全然基本にそぐわない占いだと感じると思います。ただ、まあ、言い訳をするなら、私の占いは霊感占い的な要素も多くあるので、まあ、その際に使っているのがたまたま使いやすいタロットだったりするだけですから、まあ、それはまあタロット占いじゃないだろうとか、まあ、批判したい気持ちになったりするかもしれませんけど、まあ、私の中では、まあ、これで正しいので、正統派の占い師さんには本当に申し訳ないのですが、まあ、今後も自己流にて占いを進めていきたいと思っています。はい、それでは前向きは、まあ、前向きはですね、前置きはこのくらいにして、お相手から見たあなたの性的魅力はどこなのか。はい、正直これめっちゃ気になりますよね、っていうか私気になりますけど、ではまあいいでしょう。はい、早速リーディングしていきましょう。はい、今回も4択です。今回の選択肢も昔リボンが書いていた漫画なんですけど、今回はまあ下ネタ系リーディングってことで、まあそういう感じの漫画を持ってきました。いつものように漫画は ABCD 連続して読むと一つのストーリーになっていますので、そちらも合わせてお楽しみくださいね。はい、ではざっと選択肢をご覧いただきましょう。はい、よいしょ。はい、はい、なんだっけ、星ヶ丘高等学校女子バレー部コーチ峰方仁ですね。ラスト1本と言っております。はい、バレーボールのね漫画なんですけど、よいしょ。はい、はい、じゃあまあうーみたいなね、なんかやられちゃってうーみたいな感じですかね。はい、で C がですね、よいしょ。はい、大丈夫かおか、はい、すいませんっていうか、まあね、大丈夫かって言いながらね、なんか自分がやっといてみたいなところありますけどね、まあいいか。はい、それでですね、はい、D ですね。はい、D ですね。はい、こんなに腫れて、さあ保健室へ行こうと、いえ そこはみたいなね、なんかその触ってるとこ違うじゃんみたいなね、まあ通称セクハラの陣って書いてありますけれども、まあセクハラだったんですね。はい、この漫画なんですけど、まあモデルになってるのがエースを狙えでですね、当時書いた頃が20代だったんですけれども、なんか上戸彩のなんかエースを狙えっていうなんかドラマがやっててですね、それを見てたらなんかこう上戸彩をそのなんか胸か
胸かな、コーチがなんかあの抱きかかえるシーンっていうのがあったんですけど、それがなんかものすごくやらしくてですね、あ、これはなんか漫画になりそうだと思って書いたのがこれだったんですけど、まあテニスにするとちょっと丸かぶりなんで、もうあのバレーボールにしようと、まあそういう安易な考えで書いた漫画でございますと。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけれども、はい、決まりましたでしょうか。はい、では決まりましたね。はい、じゃあ A の方からリーディングを始めたいと思います。はい、今日ですね、私ちょっとパジャマ着てまして、ちょっとパジャマが映っちゃうかもしれないんですけど、あのこのドラえもんみたいなね、なんかちょっとなんで着替えないんだよとかって思われるかもしれないですけど、私このままね、このあと寝てしまおうと思っているので、それでまあパジャマを着ているわけなんですが、なんでパジャマやねんって思われたらね、ちょっと嫌なんで一応言っときますね。はいはい、準備できましたね。はい、映ってますね。はい、 OK。 ではですね、はい、はい、こちらのロマンスエンジェルカードで、まずお相手があなたに性的魅力を一番感じている部分を出していきます。そして詳しい内容を隣のそのタロットですね、タロット4枚で読んでいきたいと思います。で、今回ですね、タロットの逆位置になっているところはお相手が特に気に入っている部分と解釈しますので、逆位置のカードは後で正位置に戻してリーディングしていきますね。はい、ではロマンスエンジェルカードからオープンしていきます。はいよ、あ、はい、いきなり出ましたねこれ。はい、真実の愛というカードでございます。はい、いやこれはですね、もうごちそうさまって感じですよね。お相手様はあなたの身も心も大好きだそうですよ。なんかもう大本命って感じですかね。あなたの性格も好きだし、容姿も好きだし、もう全部が好きだって言ってますね。それでなんかちょっとエロティックな感じもしますよね。うん、今すぐ抱きたいみたいな、まあもしくは抱いてほしいわみたいな感じ。うん、あなたはこうなんかちょっと、エロい体つきだったりとかしませんかね。うん、なんかそういうところにお相手様は性欲をかきたてられてますよね。うん、でもまあもちろん本命なんで、全部好きなんでしょうけども、まあ、あなたが、まあ、女性だったら巨乳とか、腰がめっちゃいい感じにくびれててセクシーとか、お尻の形がいいとかね、まあ、相当いい体してそうなんですけどね。うん、あなたが男性だったらそうですね、うん、めっちゃ男らしい体つきとか、なんか細マッチョとか、なんかシックスパック割れてますとか、そんな感じ。うん、とにかくなんかセクシーな印象がありますね。うん、なんかいいですね。相思相愛の上、体の相性も最高ってところかな。うん、では、タロットで詳細の方を、見ていきたいと思います。はい、出していきましょう。ジョン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 、はい。はい、そうですね、左からワンドの6とマジシャンと力のカードと、ペンタクルのキングってなってますね。はい、はい、なるほどなるほど。あのですね、まず逆位置で出ているのが力のカードとペンタクルのキングですけれども、まあこれが特にお好きなところってことですね。まあじゃあちょっと上に置いて正位置に戻してみますね。はい、じゃあ上にね、
よいしょ。これがまあ特に好きなとこですね。はい。じゃあ一つずつ見ていきますね。まずワンドの6ですね。これはあなたの華やかさに惹かれていると言ってますね。それからマジシャンのカード、これはあなたのことを知的だなとか賢い人だなって思っていたり、あとは独特の感性を持っているなと思っていますね。それから力のカードなんですけど、逆位置だったので、特に好きなところですね。で、これはあなたが大胆で勇気がある人だって思ってることみたいですね。でね、なんかね、優しい愛情でなんか包み込んでくれるところが、まあ、特に好きみたい。そんな感じですね。で、力のカードっていうのはね、なんかあれなんですよ、相思相愛っていう意味もあるんですね。だからね、ここでもなんかやっぱ相思相愛っていうワードが出てきます。はい。で、最後がペンタクルのキング、こちらも逆位置でしたので特に気に入ってるところなんですけれども、優しくて頼りがいがあって落ち着いた雰囲気で安心感があるってところですかね。これを、まあ、性的魅力ってところに置き換えてみるとですね、なんかね、あなたを見てると明るい気持ちになるし、気分は落ち着くし、エッチしててもね、なんか落ち着くんですよね。落ち着きを求めてエッチするみたいな感じですかね。なんか長年連れ添った夫婦的なエッチですよね。まあでも時にはまあ大胆にとかもあるかもしれませんね。はい。いやー、まあこれはこれでまあめっちゃいいですよね。というわけで、まあ、A の方のお相手から見るあなたの性的魅力を、まあ、一言で言うと、エロい体つきが最高で、その上エッチに安心感ありみたいな、そんな感じですかね。では、最後に、四重八手トランプをオープンしてお相手様の好きな体位を見ていきましょう。まあもうこれはね、おまけみたいなもんなんですけれども、はい、じゃん、はい、出ましたよ。はい、後ろやぐら、なるほど、お相手様はまあこういう体位が好きなんでしょうね。はい、男性は上に乗っている女性の背中のフォルムが好きなのかもしれませんね。まあどちらかといえばまあ男性リードのエッチって感じがします。はい。ですね、まあこれで終わりかな。以上で、まあ A の方のリーディングを終了いたしました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、では B の方ですね。ちょっと待ってくださいね、片付けますね。すいません、もうちょっとまたドラえもん登場って感じなんですけど、恥ずかしいな、もうこのパジャマでってね、ちょっとね、なんでパジャマにしちゃったんだろうね、恥ずかしいね。まあいいですよ、私これなんかユニクロかなんかで買ったんですよね。なんかお姉ちゃんに買ってもらったんですね。はい、よいしょ。どうでもいい話なんですけどね。はい、揃いましたね。映ってますかね。はい。はい。ではですね、はい。説明していきましょう。はい。こちらのロマンスカード、一番最初に見てまいりますよ。はい。ロマンスエンジェルカードで、まず、お相手があなたに性的魅力を一番感じている部分を出していきます。そして、詳しい内容を隣の、タロット4枚で読んでいきたいと思います。はい、今回タロットの逆位置になっているところは、お相手が特に気に入っている部分と解釈します。
ですので逆位置のカードは後で正位置に戻してリーディングしていきますね。はい、ではまずロマンスエンジェルカードからオープンしていきます。はいよっ、うん、はい、はい、出ましたね。これは赤い旗に気をつけろっていう、まあ、カードなんですけれども、まあ、これね、通常は、まあ、あまり良くないカードなんですけれども、今回はお相手から見た、まあ、性的魅力ってことですので、このカードの意味としては危険な香りがするところが、まあ、あなたの性的魅力ってことかなって思います。そうですね、まあ、このカードを見ててなんとなく思うのは、あなたがねちょっとエスっ気があるんじゃないかなって感じ。なんかねカード見てたらね、あの高尚な女の人がね男の人をなんかこうひざまずかせて、こう私の足を舐めなさいとか言ってる感じがしますよね。まあ、私だけですかね、そのでも。まあ、はっきり言ってですね、これはド S ですね。なんかね、普通のプレイではこう満足しそうにないって感じですよね。あとは、まあ、危険な香りですから、すごく小悪魔的要素があるかなって感じですね。男性だとちょっとなんかホストっぽい感じとかそんな感じですかね。でね、なんか別にお前じゃなくても女なんか腐るほどいるんだぜみたいな感じですかね。なんか俺様っぽい感じですよね。なんかどう見てもなんか SM プレイとかしそうな感じするんですよね。なんかちょっとアブノーマルが好きとか、まあそういう感じかな。いやー、まあ危険な香りがまあしますよね。はい、では、タロットで、詳細の方を見ていきたいと思います。はい、めくっていきますよ。はい、ちょっとまたドラえもんが登場ですけど、よいしょよいしょ。はい、さてどうでしょうか。はい、左からペンタクルのクイーンとペンタクルのナイトとペンタクルの10と、スターですかね。なんかねこれですね、なんか思ってたのと違うのが出てるな。なるほどなるほど。あのですね、まず逆位置で出てるのがペンタクルのクイーンのカードとペンタクルのナイトとスターのカードなんですけども、これが特に好きなところってことですよね。じゃあちょっと上に置いて正位置に戻しますね。どれだ、これですね、これとこれ、じゃあこれとでこれですよね。これが特に好きなところね。はい、ですね、まず一つずつ見ていきましょうかね。はい、じゃあまず、特に気になっていると出ているペンタクルのクイーン、これは、家庭的でおっとりしてるって感じなんですよね。これだからね、気遣いも上手だし、まあ、女性だったら良妻賢母タイプですよね。これ男性だと、まあ、子育て参加してくれたりとか家事手伝ってくれたりする、まあ、優しい旦那さんって感じですかね。それからなんかあのペンタクルのナイトなんですけど、これは堅実で謙虚なんだけどお話し上手って感じですね。これもまあ逆位置でしたので特にまあ好きなところなんでしょうね。あとはペンタクルの銃、これは平和的な人ってことですね。幸せをなんか振りまいてくれる人みたいな感じかな。あとは最後にですね、このスターですね、これも逆位置だったので、まあ、特に好きなところなんですけれども、これはお相手にとってあなたが憧れの存在ってことですよね。才能があってお相手様から見ると雲の上の存在みたいな感じですかね。
これね、最初のロマンスエンジェルカードでは、あの危険な香りがするところがいいとかって言ってましたけど、なんかね、真逆なんですよね。ほんでね、まあ思ったんですけど、このよくね、アブノーマルなね、趣味の人って普段はなんかそんな感じに全然見えない人って多いじゃないですか。てか、なんか隠してますよね、普通そういうところって。なので、あの普段はめっちゃ普通のおっとりした真面目で控えめな感じの人だけど、実はエッチはめっちゃアブノーマルだったとか、まあそんな感じなのかな。なんか普段ね、めっちゃ穏やかなのにエッチになると、まあ急にド S だったりとか、まあそのギャップにキュンみたいな感じですかね。なんだろう、これある意味まあ危険な人ですよね。うっかりもうなんか近づいてしまったら、最後こう魔の手から逃れられないっていう感じ。まあね、いろんな趣味の方がねいらっしゃいますので、はい、いいと思いますよ、それでも。はい、あの、というわけで、B の方のお相手から見るあなたの性的魅力を一言で言うと、お相手しか知らないアブノーマルなところっていう感じですかね。ではですね、最後に四十八手トランプをオープンして、お相手の好きなタイを見ていきましょう。はい、何でしょうかね。よいしょ、ほお、突き回しと出ましたね。はい、なるほど、お相手様はまあこういうタイが好きなんですね。はい、男性の方はね、 S っぽいですね。やっぱり女性に無理な体勢を敷いていたりするところに、まあ、S っぽさをまあ感じますね。はい、なんか相手にしんどい体勢を共有することがまあ好きなのかもしれませんね。まあ、女性の方はあの M っぽい感じですね。なんか男性に付き従ってるっていう感じにも見えます。はい、そうですね。ではですね、これで終わりかな。はい、以上で、B の方リーディングを終了いたしました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、では C の方のリーディングを始めたいと思います。なんか今日ね、なんか調子が悪いですね。なんかしんどくって、なんかなんでこんなしんどいのにこれを取ろうと思ったのかって言いますと、なんかこうなんかちょっとコンスタントにやっぱり動画開けときたいなみたいな、そんな気持ちでですね、ちょっとなんか一生懸命無理をしてですね頑張っておるんですが、はい、はい、できましたね。はい、揃いました。はい、では C の方のリーディングを始めたいと思います。はい、でですね、はい、一番最初にこちらのロマンスエンジェルカードでですね、まずお相手があなたに性的魅力を一番感じている部分っていうのを出していきますね。そして、詳しい内容を その隣の4枚の、タロットカードで読んでいきたいと思います。はい、今回タロットの逆位置になっているところは、お相手が特に気に入っている部分と解釈しますので、逆位置のカードは後で正位置に戻してリーディングしていきますね。はい、ではまずロマンスエンジェルカードからオープンしていきます。はい、何が出るかな。よいしょ。はい、これはそうですね、これはですね、このカードは、友達に助けてもらおうっていう、まあ、カードですよね。はい、まあこれをですね、まあ、あなたの性的魅力っていうところに、まあ、置き換えるとですね、例えば、まあ、お相手様はあなたの甘え上手なところにキュンってするってところですかね。まあそこにまあ性的魅力を感じていらっしゃるって感じかな。あとはまあ絵の方から読み取りますとね、
あなたがなんかすごく人に優しいとかね、親切だったりするところだと思いますね。うん、性的魅力もあるんですけど、あなたは多分人間的にもものすごくできた方なんでしょうね。だから誰からも愛されるってタイプです。こういう方はいろんな人からまあモテるでしょうね。そうですね、まあ、C の方はその性的魅力っていうか、まあ、人を惑わすような魅力を持っているという感じではなくて、そう、どちらかというとも安心感とか信頼感を相手に与えて、まあ、つまりまあそれが魅力ってことですね。うん、なんとなくこうエロさとはまあこう縁遠い方だと思います。ではですね、タロットで詳細の方を見ていきたいと思います。はい、開けていきますね。はい、よいしょね、ドラえもん登場って感じでね、ちょっとなんか星型のこのパジャマがなんともこうダッサい感じなんですけど、まあユニクロで買いました、何度も言いますが。はいはい、出ましたね。はい、左から運命の輪、女教皇、ワンドの4で、ソードのナイトですかね。間違いないですね、多分そうですよね。うん、合ってる合ってる。はい、そうですね、なるほど。ですね、まず逆位置で出ているのが女教皇のカードなんですけれども、これがまあ特に好きなところってことですよね。うん、じゃあまあちょっと上に置いて正位置に戻しますね。女教皇上に、はい、これですよ。はい、なんかね、綺麗な方ですけどね。はい、ですね、まあ一つずつじゃあ見ていきましょうかね。はい、まず運命の輪のカードなんですけれども、これは人脈のある方だなって言ってますね。はい、そしてあなたは人からとても尊敬される存在なのではないでしょうかね。うん、でですね、横に横に、うん、ワンドの4のカードがあるんですけど、これもまあ人脈を表すカードなんですよね。うん、あなたは人間関係をまあ円滑にしていける方なのかな。うん、でどんどんこう人脈を広げていく方なんですよね。でまあ先ほどのなんかロマンスエンジェルカードも、あの友達に助けてもらおうっていうカードだったんですけど、まあここでまあすごくつながってますよね。まあ同じようなことがタロットにも出てるってことです。はい、で逆位置のカードが出ているのが、まあ女教皇なんですけれど、ここが、まあ、お相手様があなたに一番魅力を感じていらっしゃるところってことなんですが、女教皇のカードはですね、清純とか、なんだろう、思慮深いっていう意味がありまして、あなたすごくね純粋な方なんでしょうね。まあ、そういう部分にすごく魅力を感じていらっしゃる。うん、そう、あとねワンドのナイトなんですけど、うん、これはなんて言うんですかね、他のカードとはまあちょっと違う一面を表してますね。うん、まあだからね、あなたは純粋な部分もあるけど、まあ、頭脳派でもあるみたいなね、まあ、頭が良い方なんでしょうね。うん、でね、なんか大胆でなんかロマンチストな一面もあるようです。うん、まあこれをまあ総合的に見て性的魅力に言い換えてみると、まあ、正直あまりあなたとエロさに結びつくことはないんですけれども、まあ、あえて言うならね、なんか例えばすごいなんか清純派だから、まあ、そんな人がまあエッチをするってこと自体がまあエロいっていうか、まあ
そんなことするとは、まあ、想像もつかない人がエッチするみたいなところが、まあ、逆にめちゃめちゃエロいみたいなね。だからそんな感じですかね。まあ、あとはね、まあ、普段はまあすごく誠実で優しくて、まあ、人からの人望も厚くて人気もある人を、まあ、自分が独り占めできることへの興奮とかもあるかもしれないですね。なんかあとはね、なんか、まあ、敬語でエッチとか、まあ、あるのかな。まあそれは知りませんけどね。まあまあ勝手なこと言ってますが、はい。というわけですね、まあ、C の方のお相手から見るあなたの性的魅力を一言で言うと、うん、エロさとは程遠い人がエッチをするところっていう感じですかね。はい。ではですね、最後に四重八手トランプをオープンしてお相手の好きな体位を見ていきましょう。はい。これね、もうなんかね、半分おまけみたいなね、あんまね、どうなんですかね、本当なんかなって感じですけど、はい。はい、出ました。はい。ホンチャウス、有名な、なんか、体位ですけれども、はい。なるほど。お相手様は、まあ、こういう体位がお好きだと。いうことですね。まあ、なんて言いますか、こう、まあ、女性上位のいわゆる、こう、オーソドックスな体位ですね。うん。男性の方は、こう、女性を下から見上げるのが好きなのかもしれませんね。うん。また、まあ、女性の方は、男性に全てを見られて恥ずかしいけど、興奮する、みたいな感じでしょうかね。はい。まあ、なんか、よくわかんないけど、そんな感じです。はい。で、以上ですね、C の方のリーディングを終了いたしました。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、チャンネル、登録の方もよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ちょっとお片付けをね、しましょうかね。なんだかもう、ちょっともう、最近ちょっとおばあちゃん化してきて、なんか、たまになんかおばあちゃんとか呼ばれたり、する時もあるんですけども、まだね、私あの44歳なんですけどね、あ、40、そうなんですよ、44歳なんですよね。なのにね、なんかもうすでにおばあちゃん化しちゃってね、なんかね、なんか変な悟りみたいなのもちょっと開き始めてね。で、はい、よし、これでいいですね。はい、揃いました。はい、はい、では D の方のリーディングを始めたいと思います。はい、ではですね、こちらのロマンスエンジェルカードでですね、はい、まずお相手があなたに性的な魅力を一番感じている部分っていうのを、まあ、ロマンスエンジェルカードで見ていきますね。そして、詳しい内容を、隣のタロット4枚で読んでいきたいと思います。はい、今回タロットの逆位置になっているところはお相手が特に気に入っている部分と解釈しますので、逆位置のカードは後で正位置に戻してリーディングしていきますね。はい、ではまずロマンスエンジェルカードからオープンしていきます。はい、よいしょ。はい、さあ、なんだ。はい、これは何でしょうか。はい、ですね、このカードはお金と仕事を表すカードですね。うん、これを、まあ、あなたの性的魅力っていうところに、まあ、置き換えると、うん、仕事してる姿が、まあ、魅力的っていうことなんじゃないでしょうかね。うん、まあ、女性だと、まあ、バリバリのキャリアウーマンとか、まあ、男性だと実業家とか、なんか営業でも成績トップとか、まあ、そんな感じかな。まあ、そうじゃなかったとしても真面目にお仕事を、まあ、するタイプだと思われますね。うん、でね、絵の方からね、まあ、リーディングしますと、そうですね、あなたは割とこう体格が良くて大柄な感じじゃないですかね。うん、あとなんかギャップがある方かなと思いますね。うん、例えば男性だとこうめっちゃ男らしいとかって思ってたら、なんかぬいぐるみ集める趣味があったとか、まあそう。そうですね、うん、まあそれはないかもしれませんけど、まあそんな感じですかね。うん、で、まあ、女性だったらそうですね、うん、すごくこう 女の子っぽいなっていうか、もう可愛らしいなって思ってたら、なんかバイクが趣味とかね、なんか全然なんかあれギャップだなみたいな、なんかそんな感じですね。うん、とにかくまあギャップがあると。
いう感じですかね。うん、あとね、まあ、エッチはね、真面目そうですね。うん、真面目にご奉仕するとか、まあ、そんな感じですかね。うん、とにかく、まあ、エッチも相手に合わせてどんどん学習するようなタイプですね。はい。ではですね、タロットで詳細の方を見ていきたいと思います。はい。よっ。そしてまたこのパジャマで登場の私なんですけれどもね、ちょっともう早く寝ないといけないのにこんなことやってね、バカみたいにね。はい、ではですね、はい、出ました。はい、ですね、はい、一番端の左からですね、正義のカード、恋人のカード、女帝、カップの3かな。はい、出ましたね。はい、あのですね、まず逆位置で出ているのが正義のカードとカップの3ですけれども、これがまあ特に好きなところってことですね。うん、じゃあまあこれをまあ正位置に戻して上に置いちゃいますね。これとこれが特に好きなところってことですね。はい、はい、じゃあまあ一つずつ見ていきますね。まず正義のカードですが、まあ、こちらはまあ逆位置ですので、お相手があなたに対して特に好きなところですけれども、誠実でこう礼儀正しいところですね。うん、そしてあなたとは相性もいいなとかって思ってらっしゃいますよ。うん、それからね、次が恋人のカードなんですけれども、うん、こちらもまあやはりあなたとは感性が合うなとか、意気投合しちゃうよねとかって思ってますよね。うん、なんかすごく相性がいいみたいですね。あとはなんか一緒に行って楽しいそうですよ。うん、まあそもそもね、お相手様はあなたに一目惚れされたんじゃないでしょうかね。なんか、なんていうかね、めっちゃいい感じでしょうね。なんかそれでですね、で女帝のカードですね、これはあなたに性的な魅力がガンガン感じるって言ってますよね。例えばね、まあ、それはあなたの母性的なところとか、まあ、男性だとまあすごく思いやりがあるところとかですね。あとはね、あなたすごくおしゃれですよね。そして社交的。なんかね、全部のカードからなんとなく伝わってくるのは明るい印象なんですよ。それから最後にカップの3なんですけども、これは逆位置ですので、特に好きなところ、そうですね、大人なところですかね。なんかあなたは精神的にとても安定していらっしゃいますね。そしてお相手様はそんなあなたにとても安心感を持ってます。はい、すごく気さくで、すごくね話しやすそうですね。で、あなたはすごく性格がいいって感じ。そんなこともまあ伝わってきますね。で、性的魅力ってところでですね、見ると、そうですね、なんと言いますかね、まずね、性的魅力がこれっていうより、まあ自分に、まあ、とても合ってるなーって思うところが魅力みたいな感じですかね。なんかしっくりくる人っていうかね。なんかですから、お相手様は、まあ、もしかしたらあなたの、まあ、ツインレイなのかもしれませんね。まあ、ご存じない方に、まあ、ツインレイについて、まあ、説明しますと、まあ、スピリチュアルな世界において、まあ、人はね、何度もこう生まれ変わっているって信じられているんですけれども、この天にね召された時に、こう魂がね肉体から離れるじゃないですか。でその時に、2つに分かれた片割れのことをなんかツイン霊って呼ぶんですよ。だからツイン霊はね自分自身なんですね。だからね、まあ
魂レベルでつながっている、まあ、魂の双子っていう、まあ、ことなんですけど、でね、このツインレイの2人っていうのはね、まあ、一緒になるためにはもう必ず大きな障害があります、うん、まあ、それはでもね、あのどうやら自分で試練を課してなんかそのように生まれてきてるからなんだそうです、うん、そういうことなんだって。まあそういうわけで、あなたとお相手様の相性はとてもいいっていうことですね。で、まあ、ちょっと話がそれましたけれども、お相手様とはまあそういうぴったりくる相性なので、エッチについてもすごく相性がね良さそうですよね、うん、まあなんかね、そういう人ってね本当羨ましいでしょうね。なんかツインレイとかね、まあ、羨ましいなと思います。はい、というわけで D の方のお相手から見るあなたの性的魅力を一言で言うと、うん、とにかくしっくりくるところって感じかな。はい、では最後に四十八手トランプをオープンして、お相手様の好きな体位を見ていきましょう。はい、よいしょ。あら、こっちや。はい、何上りかけ。なんかね、私あんま知らないんですけどね、四十八手。はい、なるほど。お相手様はね、こういう体が好きなんですね。はい、そうですね。なんかね、なんとなくね、このカードから見て、この2人ともなんかこう深くつながりたいっていう、なんかそういう、なんかそういうイメージがね湧いてきますね。こうなんかそういう、なんかもっと近くにみたいなね、そんな感じ。なんかね、ツインレイのお二人なんで、こうより深いところでの、まあ、つながりを求めてるのかもしれませんね、うん、はい、というわけでですね、はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回はね、まあ、ちょっと下ネタリーディングだったんですけれども、ちょっと引いちゃいましたかね。でもね、こういうことって、まあ、実はみんな気になってるって思うんですよ、うん、だからそれをね、みんな普段言わないだけなんでしょうね。なので、まあ、今回私のリーディングがちょっとでも、まあ、皆様のお役に立てたとしたら、まあ、それは嬉しいですね。はい、ではでは、ご視聴の方ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。